この間の動画で紹介したこの猫一の器、デュフィーがネズミを入れちゃいましたが、この中にお気に入りのおもちゃはこれに入れちゃうんですよね。水に浸すっていう癖があるんですけども、この猫一のウォーターボールも、お、飲むかな、よかったんですけども、もう一個新たに買っちゃいました。まだね、なんかもっと水飲む頻度がやっぱりそんなに上がってないような気がしてですね、一応飲んでくれてるし、おしっこも出てはいるんですけど、本当に猫の健康と水を飲んでくれるかどうかっていうのは本当にものすごく直結するので買っちゃいました。早速気になってますね。早速気になってるみたいだね、君。これ早速気になっちゃって、これです。お、うい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 はい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 、買っちゃいましたよこれ。ん、これです。ダンボールの方が好きだと。はい、あー食べないで、紙を食わないでくださいね、紙を食わないでください。これですね、何の変哲もない器なんですけどね、このシリーズの器は約2億8000万年前に地層から産出した天然基土類元素の成分を含んだ鉱物、放射性鉱物を含んでおりません。過去とバイオセラミックスを調整して作られた人工非論石を素材に約1100度の高温で調整した陶器です。陶器です。ここにも書いてるんですけど、ネットでも読んだんですけど、この器に水、水道水も何でもそうですけど、液体を入れると味が変わるらしいんですよね。で、水道水も味が変わるんじゃないかと、そういう検証結果が出ているらしいです。引っ越す前の水道水はガブガブ飲んでたんですけど、ここに引っ越してからこっちの水道水が好きじゃないんじゃないかなっていう気がちょっとしてるので、これによって水道水が美味しく飲めるようになってくれたら最高だなっていう感じで買っちゃいました。うん、どうですか？どう？そこはこんな感じ。メイドインジャパンのなんか来られてますね。サイトで見たときは12時間後に水の味が変化してるのを確認できたっていうのを、なんかのサイトかなんかで読んだんですよね。12時間入れっぱなしにしとかなきゃいけないのという気持ちもあるんですけど、まあやってみましょう。洗いますよ、洗うよ、水出すよ。ツルツルして普通の陶器って感じですけど、いつも使ってるのはこれ、なんでもないプラスチックの素材のやつと、これもなんでもない陶器の猫ちゃんが描いてるやつ、それとさっきの紹介した猫一の3つの器を使って、水は飲んでもらってます。4つ目ですね、これで。猫ちゃんにもよるらしいんですが、冷たい水よりかはぬるま湯の方が好きな子が多いっていう話もあって、デュフィーも結構ぬるま湯で飲んでくれてる感じはあるので、ぬるま湯にしようかなと思います。いつもこういうのでね、高さを出してあげてたんですよ。こっちの方が飲みやすいっしょ。